インドリは、哺乳高霊長目インドリカインドリ属に分類される霊長類。本種のみで、インドリ属を構成する。マダガスカル北東部から、マンゴロ川にかけて古骨から以前は、北部や西部にも分布していたと考えられている。東道町57.5から69.5センチメートル。お長が3から8センチメートル。体重6から7.5キログラム。 原生のキツネザル類の中では、最大種、尾は短い。次回は、棒状の体毛で覆われる。名前及び俗名インドリは原住民が、ホラミロ、あそこに、の意があるインドリもしくはインドリイジーと叫んだのを、ピエール・ソネラが、本種の故障と誤解したことが由来とされるが、実在するマダガスカル語はエリーであり、ソネラが、誤解だけでなく、聞き間違えた可能性も示唆されている。 現地名のエンドリーナに由来する可能性もある。イカー種の分類はクイーンウィルソンに従う。低地にあるタウリンに生息する。中高生。2から6頭のペアもしくは小規模な家族群を形成して生活する。8から30ヘクタールの行動圏内で生活する。群れは1日あたり300から700メートルを移動する。 メスの方が優位で採食場所や休憩場所からオスを追い払うこともあるが、オスはメスを追い払うことはない。正気をすりつける臭い付けを行い、オスは方にある終戦による臭い付けも行う。3トルの距離が離れていても聞くことができる。鳴き声を交わし合い群れの存在を主張するため、群れ同士が接触することは、まずない。植物の葉、目、花、果実を食べる。 地表に降りて土を食べることもある。繁殖様式は体制。1から3月に交尾を行う。妊娠期間は120から150日。5から6月に1回に1頭の幼獣を産む。出産間隔は2から3年。幼獣は生後4から5ヶ月までは母親の胸、生後8ヶ月までは母親の背につかまりながら移動し。 生後12ヶ月で母親から離れて移動するようになる。生後7から9年で生成熟する。生息地では祖先の化身と考えられ、伝統的に保護の対象とされ狩猟することも禁止されていた。農地開発や焼き畑農業、森林伐採、焚き木の採取などによる生息地の破壊などにより生息数は減少している。 蒸気のように本種を狩猟することは伝統的にタブーとされていたが文化の変化や他の地域からの移民により破られ食用や毛皮目的で狩猟されることもある。1975年のワシントン条約発行時からインドリカタニでワシントン条約付属書 i に掲載されている。ありがとうございます。